はい、どうも、佐々木です。今回はですね、ご家族さんがですね、お父さんお母さんのね、こう認知症状、例えば何とかしたいって思ったとして、一番ね、言ったら必要な要素っていうのは、まあ何かというと、僕は、認知症改善に対する正しい知識ではないかというふうに思うわけなんですね。こういう動画見てくれてるあなたとか、うちの治療院の方にね、わざわざ足運んでくれてる、そんなあなたに関してはですね、もう認知症を改善させたいっていう、こう気持ちとか思いっていうのは、ある程度持ってはる方が、まあ多いんじゃないかな、ほとんどじゃないかなと思うわけなんですね。でね、ご家族さんとかとこういろいろ喋ってて、なんか最近ね、こういう話よく聞くなというものがありまして、それがですね、こう食欲が減ってきたというね、食欲がまあ少なくなってしまっている今の現状で、どんなことがね、どういうものを食べさせてあげられるかっていうのはね、こう例えば知識として持ってたらまあいいわけじゃないですか。うちのスタッフの下村さんとかも、なんかついこの間ね、患者さんのご家族さんとお話ししてたようで、食欲が減ってきてねとかね、はい、なんか体重が減ってきてちょっと心配なんだという話をされた時に、まあ、例えばね、その患者さん的にはこういうのを食べた方がいいっていうお話をされたそうです。まあ、お肉とかね、豆腐とか、なんかもその辺をもうちょっと食べた方がいいんじゃないかって話をされたそうなんですけど、いや両方とも嫌いなんですよ、うちのお母さんみたいなね感じでね。まあ、私も村さんの返しとしては、まあ、豆腐は豆腐でもね、なんかこう、なんでしょうね、まあ、すごい滑らかな豆腐があったりとか、なんかちょっと味付けがされある程度されてるような、そんな豆腐もあったりすると、はい、まあ、全然豆腐食べないとかよりもね、そういうの食べた方がいいし、まあ、なんか割とうまくいくんじゃないですかみたいな話したり、お肉もね、なんかね、こうなんか噛むのが苦手であるならば、まあ、ちょっと柔らかい肉、なんだろうな、まあ、ミンチとか、まあ、そういうのをまあ使ったらとか、なんかそういう話をねされたそうです。そしたら、まあ、なるほどと、それはちょっとやってなかったんでやってみますみたいな感じでね、まあ、その場は収まるという。まあ、別にね、めちゃめちゃ詳しくなれとはまでは言わないですけど、家で使えるような知識とか、そういうのはね、持ってて全然損はないというかね、むしろ持ってた方がいい部分だと思いますんで、ぜひともね、これは、そういうふうな意識をしていただければ嬉しいなというふうに思います。なんかこういうね、動画とか、まあ、メルマガとか、まあ、配信させていただいているわけですね。まあ、そういったのに、まあ、登録していただいて、なんか情報をまあこう集められるようにしておくとか、あとはですね、まあ、セミナーとかですね、はい、まあ、不定期ですけどね、セミナーの方開催されるってなったら、まあね、そういうまあメルマガとか、こういうLINE アットとかですね、まあ、そういったところに告知させてもらってますから、なんかそういうのにまあ興味があればですね、参加されて、これ家でも使えるかもっていう知識をね、まあ、持って帰ってもらうという、まあ、そういうことも全然いいんじゃないかなと。まあ、自分からね、なんかこうなんか情報集めに行こうっていうふうにするっていう、まとめると、まあ、そういうことを行動がすごい必要なのではないかというふうに思いますので、まあ、ぜひ。